はい、山寺でございます。今日はね、西成に来てますけども、今から八福神行くんですけども、今日はかなり僕が、すごく憧れている、京都の、YouTuber さん、逸材アッキープロレスリングさんですかね、ちょっと緊張してます、ごめんなさい、と今日コラボさせていただきます。どうぞ。これからミスター京都アッキーという名前に変えます。どうもアッキーです、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。今日は楽しみにしておきます。はい、よろしくお願いします。どうも。緊張してます。緊張してます。僕 もかなり緊張してます。もう初のコラボなんで、もうただのまあ飲み会みたいなものです。そうです。まあまあそれでいいんですよね、はい、多分酒飲んだらまたね、溶けてもうちょっと緊張がほぐれるかもしれませんので、はい、お願いいたします。楽しんでいきましょう。お願いします。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。こちらこそもう初めてのコラボということで楽しみで、はいはい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。ではとりあえず乾杯。よろしくお願いします。お疲れ様です。ありがとうございます。うん、もうすでに顔赤いです。僕も顔赤いです。すいません、なんかもう緊張してますわ。2人とも緊張してますよね。初対面ですからね。顔真っ赤ですもん、2人とも。飲んでまへんで。あ、こちら飲んでは、電車で缶チューハイ飲んで、緊張を和らげるため、和らげるため、はい、僕はね、さっき仕事終わってちょうどここに来たんで、はい、まだね、両手はないんですけど、もう顔真っ赤になってますよ。緊張なんてしてますよ。かなり緊張してます。はい、僕も西成デビューはですね、はい、YouTube 始めてからなんで、ほんまに知らないんですよ。あ、そうなんですね。だから今日は山寺さんいろんな店を連れて、はい、何軒行けるか分かりませんで、知りませんよ。知らないですよ。こんな顔ですけども、全然行ってますけども。いや、全然全然ね。はい、逸材アッキーさんの、ブログじゃないの、また間違えた、噛んでもた。YouTube のアドレスまた登録は僕の方に載せておきますんで、概要欄に載せておきますんで、はい、チャンネル登録してください。特にぜひ京都で飲んでくってますんで、うん、よろしくお願いします。めちゃくちゃ楽しい番組になってると思うんで、もう全然登録してください。お願いします。ミックスホルモンいただきます。ホルモンいただきます。うまっ。これここでね、ホルモン食べた初めてかもしれないけど、めっちゃ美味しい。タレが美味しい。タレが美味しい、うん、だいぶ研究してますね。服も全然、ね、臭みがない、うん、臭み一切ないわ。うん、うん、3回ボールです。3回うまい。うまい。このうまい聞けました。生で生うまい。生うまい、はい、生うまい。もう感動してます。ありがとうございます。いや、僕の方も感動してますよ。今宮の小学校6年生が考案した西成ホルモンロール、はい、これください。うまい。うん、美味しい。あ、なんか今日楽しい酒、楽しい酒になりますよ。これやばいですよね。もうずっと1週間ぐらい楽しみにしましたから。もう、ね、いや、僕もずっとですよ。もうどういう話題を喋ろうか。僕もそれを思っててね、はい、なんか寝ても、うわ、明日もあと1日、あと2日やとか3日やとかでずっとなかなかね、うん、でもなんか初めてやけど、サインだけど全然しないです。僕もしないですわ。不思議ですね、これ、ね、楽しい夜です。今日はよかったですわ。これもう明日の朝までになるかもしれません。ならんならん。ホルモンロールですよ。ですね、新今宮小学校の6年生が考案された西成ホルモンロールということで、ちょっと頼んでみましたね。これきっとなんか春巻きみたいな感じなんですかね。ちょっと食べてみますね。いただきます。うん、これ美味しいわ。うん、なんか、うん、外はね、なんかもちもちの春巻きみたいな、春巻きみたいな感じ。そうですね。でももちっとした春巻きやね。中にもちっとチーズが入ってる。うん、八福神名物。名物。八福神名物。新宮小学校の方が、はい、6年生が発案して、うん、で西成を出すために、うん、この西成ホルモンロールっていうのを定着させてほしい。うまい。今までなかったですね。ね、うん。食べてください、アッキーさん。いや、どうぞどうぞ。ほんまに食べてください。すみません、1個いただきます。どうぞどうぞどうぞ。なんかね、ちょっともちっとした感じで、あの、うん、
の皮に含まれたホルモンって感じですね。いい表現ですね。さすが。美味しいです。うん、うまい。もう大丈夫だったよ。唐揚げ。アッキーさんいただきました。いただきます。うん、うまい。うん。最高。ハーチュークジンさん、すごくいい店でしたね。めちゃめちゃ安く済みました。今日はありがとうございました。